国代表この項目では、ラグビーユニオンにおいて、ニュージーランド代表と、南アフリカ共和国代表が対戦した、テストマッチについて述べる。この両チームはこれまでに99試合対戦しており、結果は、ニュージーランドの59勝36敗4分である。両チームの対戦は1921年に、スプリングボックスがニュージーランドへ遠征したことで初めて、行われた。 この遠征で両チームは3試合対戦し、結果は1勝1敗1分の5分であった。その7年後の1928年、今度はオールブラックスが南アフリカ連邦へ遠征したが、4試合で2勝2敗とまたも決着はつかなかった。1937年にスプリングボックスがオーストララシア遠征を行った際に、 両チームの3度目の対戦が3試合組まれ、スプリングボックスが敵地で2勝1敗と勝ち越した。1949年には、オールブラックスの南アフリカ連邦遠征が21年ぶりに実施され、スプリングボックスが4戦全勝と一周した。オールブラックスがスプリングボックスに初めて勝ち越したのは1956年、自国に相手を迎えての4試合を3勝1敗で、 終えた時だった。1948年以降、南アフリカ連邦、共和国内で国民党政権による人種隔離政策が推進されるようになり、これがラグビーにおけるオールブラックスとの対戦にも影響を及ぼす。オールブラックスは南アフリカ連邦、共和国への遠征の際、先住民族、マオリの選手をチームから外していた。 これに対してニュージーランド国内で批判が出るようになった。抗議運動は拡大していき、1973年には南アフリカ共和国への遠征が中止された。1976年には遠征が観光されるが、これに反対していたアフリカ諸国が同年のモントリオールオリンピック出場をボイコットすることになった。1981年には、 スプリングボックスがニュージーランドへ遠征するが、ニュージーランド国民による抗議デモが警官隊との衝突に発展したり、両国の対戦中にスタジアム上空からセスナ機が障害物を投げ入れたりと混乱が広がった。4年後の1985年にはオールブラックスによる南アフリカ共和国遠征が再び中止となったが、 選手の大半が翌1986年に協会に無断でニュージーランドキャバリアーズというチームを結成して南アフリカ共和国で試合を行い批判を浴びた。結局、オールブラックスとスプリングボックスとのテストマッチは1981年以降はアパルトヘイトが撤廃されるまで行われなかった。1991年にアパルトヘイトが撤廃されると 翌1992年には11年ぶりの両国によるテストマッチが行われた。1995年には南アフリカ共和国で第3回ワールドカップが開催され、大会初出場のスプリングボックスがオールブラックスを決勝戦で下して優勝した。2009年にはこの大会におけるスプリングボックスの活躍を描いた映画インビクタス。 負けざる者たちが公開されている。1996年からは、両国にオーストラリア代表を加えた南半球3、各国による対抗戦トライネーションズが発足した。これには後にアルゼンチン代表も参加し、現在ではザラグビーチャンピオンシップという大会になった。両国の対戦も4年に一度のワールドカップでの顔合わせを除けば、 1997年以降は、毎年トライネーションズザ・ラグビーチャンピオンシップ内で行われている。また、2004年8月の対戦では勝利したスプリングボックスに、南アフリカ共和国史上初の全人種参加総選挙実施10周年を記念して、フリーダムカップが贈られた。2年後の2006年からはカップが常設化された。トライネーションズ ザ・ラグビーチャンピオンシップにおける両国の対戦で、勝ち越した方のチームにカップが授与され、その年の対戦で決着がつかなかった場合は、前年のカップ保持者が引き続き保有することになっている。ありがとうございます。